今回ですね、ビーファーストさんたちからメッセージのダンスパフォーマンスビデオを見ていきたいと思いますということで、怒涛の1年間だったんだなっていう、動画のあの、リストっていうんですか？あの、プレイリストみたいです。こう見返してたんですけども、すごい勢いでいろんな確かに、出してる側の動画いろいろ作ってる中で、わあ、確かにあったな、みたいな、ちょっと1年振り返りながら、すごい展開がこの1年でやっぱあったんだなと思って、めちゃくちゃムーブメントが、いろいろなところでこう起きてたんだなっていう風に思ってね、ちょっとこう懐かしく見ていたところもあります。ということでね、ちょっとじゃあダンスも見ていきたいなっていうところでございますけども、やっぱこの入り方が、この、人が増えていくのと、動くパーツだったりとか、軌道が、ソータくんが1から3まであると、2から3、3っていう風にその、少しずつこう増えてく形式のところじゃないですか。で、この僕が、素敵って思ったのは、この首ですね。あの、パチンだけでいい。普通だったら一発目なんで、ここだけでもいいのかなと思いきや首が入るっていう、もうやっぱちょっと違うわねって思うポイント、かなっていう風に思いますね。一発目なのでめちゃめちゃシンプルに、指先だけみたいな、手元だけ。っていう、もうその期待をすぐにこう、フィーリングでこう、スコーンって方、抜きに行くっていうので、僕はちょっと驚いてるというところですね。あとはこの皆さんの移動の仕方、走るようにとかではなく、全体を通じてすごく中、この隙間を丁寧に縫うかのようにその進んでいくみたいな、動き方も多く見られたなというふうに思いまして、そのあたりもすごく素敵。で、例えば、ここの、グループ分けしてるところの、シュンティのところ、半分に分けた時に、ここですよね。レオくん、リュウヘイちゃん、そしてマナティのこの3人の入り方の手元、と、あとはその足の運び方にめちゃくちゃ繊細さと、今回のこのメッセージっていう楽曲の持っている、その、なんでしょう、儚さというか、その、ちょっとでも力入れたら壊れちゃうよね、ぐらいの、そこら辺が見えてくるんですよね、この歩き方一つで。ここはもう、前髪が優勝してるんですよね。これなのよ、このね、ちょっと斜めに入るこの前髪。いや、素晴らしい。この表現力は本当に説明がしがたい。スタイルいいですね。いいですね。ちなみに今回の衣装結構好きです。ここいいのよ、りょうきくん。ちょっと色味のこの淡さっていうんですかね。この中間色で持ってくるその色味の淡さと世界観のその淡さといいますか、繊細さがめちゃくちゃこうリンクしてますよね。鍵をかけるとこね。ここのつなぎは本当にえげつない。音楽がすごくこう爽やかに、スーッと入ってくる振り曲なので、振り付けもそういう動かし方をしてるんですけれども、その、この一個一個の手の形と、それを組み合わせていく、その進め方はかなりエグいので、やっぱちょっとこう恐ろしいですね、見ててね。だから曲がこれ、例えばめちゃくちゃヒップホップな曲でやってたらもう多分すごいことになってますし、でも同時にこのメッセージっていうこのテイストでここら辺がその出てくる。これ待って、どうやってるの？すごいわ。こうか。これ、浮かぶ？これ浮かぶ？ダンスやってたら浮かぶって言われたら浮かばないと思う。普通に。ダンサーさんみんなこれ浮かぶかって言うと絶対浮かばないですからね。いや、初めて見たかもしれない。すげえ。ここのね、やっぱソータくんの瞬間のこのね、ヒット。で、その時にみんながヒット打ってるのはちょっと僕見逃せなくて。その、ダンダンっていうところみんながアンアン足元だけだったりとかでこう通るじゃないですか。ワンツーっていう、そのソータくんがヒットを打つっていうタイミングでみんなもそのヒットだったりとかそのアクセントを打つが全員がそのできるようになってきているというか、全員で打つというその選択肢の今の見せ方、結構ね明確にヒットっていうやり方をしているので、
これ多分ちょっとね新しいポイントかなーなんていうふうに個人的にはちょっと見ていて思ったところがあります。その打ち方、質感、クオリティでこのメッセージっていうこのテイストの楽曲に対してそういうヒットを入れてくるっていう、結構そのゴリゴリに当ててく音楽ではないところにそのいい質感の気持ちのいいヒットを入れていくっていうのはかなりあのレベルとしては高いところかなっていうふうに思いますね。これの構成はすごくうまいですね。真ん中だけ抜くっていう、いやパフォーマンスビデオいいな、ダンスパフォーマンスバージョン、ムービー、漫画、ミュージック全部こう手話のごとくねつながっていくといいますか、素晴らしいでございます。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、ついっ。